180丁目駅、開業当初は180丁目、モリスパークアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ホワイト、プレーンズロード線の駅である。ブロンクス区、ウェストファームズの東180丁目と、モリスパークアベニューの交差点に位置し、2系統と5系統が、終日停車する。駅は1917年3月3日の、IRT ホワイト、 プレーンズロード線177丁目駅東219丁目駅間の延伸開業と同時に開業した。ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の東180丁目駅は地下鉄駅よりも5年早い1912年に建設されており、両路線間の乗り換え駅として機能していた。ニューヨーク市地下鉄ホームは島式ホーム2面と観光線2線。 急行線一線を有した二面三線の駅で、ラッシュ時及び深夜帯を除いて2系統、5系統ともに、すべての列車が観光線に到着する。中央の急行線は、ラッシュ時の急行列車と深夜帯の5系統が停車している。ホームの南端には、ホームから東180丁目車両基地へ直接アクセスできる、職員専用の個線橋がある。 駅の南側には急行線と観光線間の渡り線がある。北側では東180丁目車両基地とユニオンポート車両基地への線路とホワイトプレーンズロード線、ダイヤア,アベニュー線の線路が複雑に張り巡らされている。両路線の分岐部分で2系統の列車はすべてホワイトプレーンズロード線側に5系統の列車はダイヤア,アベニュー線側に振り分けられるがラッシュ時に 限り5系統もホワイトプレーンズロード線を走行する。出口駅には2カ所出口があり、1カ所は旧ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の改札口で地下鉄ホームからは少し歩く必要がある。もう1カ所は駅南端にある改札口で東180丁目へ出ることができる。旧ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道のホームを地下鉄ホームから見る地下鉄。 ホーム東側にはニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の東180丁目駅のホームがある。この駅は1912年5月29日に途中駅として開業し、その後1937年12月12日にニューヨークウェストチェスターボストン鉄道が倒産した際に路線と共に廃止された。しかし1940年に ニューヨーク市がブロンクスとウェストチェスターの境界より南側の線路を購入。この際に東180丁目駅名キナも及びイーストチェスター、ダイアーベニュー以北の線路はそのまま廃止されたため、ダイアーベニュー線は他路線との接続を持たず、1941年5月15日にイーストチェスター、ダイアーベニュー駅当駅間で IRT の車両を使用しての終日シャトル運行が開始された。 このシャトル列車はすべてニューヨークウェストチェスターボストン鉄道東180丁目駅ホームに乗り入れていた。その後、1957年に東駅北でホワイトプレーンズロード線に線路がつなげられ、同年5月6日より直通運転が開始、これに伴いニューヨークウェストチェスターボストン鉄道ホームは使用されなくなった。 ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の駅舎の修復は2013年に完了した。この駅舎は現在もメインの改札口として機能しており、いくつかのオフィススペースや小さなコンビニエンスストアが入っている。ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道駅舎、ニューヨークウェストチェスターボストン鉄道駅舎は2010年3月から2013年まで改修工事を受けた。これは、 入り口の修復、屋根の一部、同床、ホームの交換、新しいエレベーターの設置、電気、機械、配管、照明、通信機器の修理などを行う工事であった。また、コミュニティグループは理髪店や靴屋などの駅内でのビジネスの復帰を期待していた。ニューヨーク市交通局は、駅の改修工事に6660万ドルを支払った。駅の改修工事は、 ADA 準拠工事のための1040万ドルを含めた4950万ドルの費用をかけ予定より6ヶ月間遅れの2013年5月に完了した。ありがとうございます。